創立25周年プレリュード夢の団体対抗戦ドリームラッシュ川崎夢闘争ただいまより開始いたします。選手権入場。第1試合ハックマッチ20分一本勝負。青コーナーより神谷伊織長谷川知佳子。
青少年リーチャレンジャー JWB ダイナマイト艦隊尾崎真由美。対しまして赤コーナーよりチャンピオン山田敏郎トヨタ花火。ここでファンの皆様に発表いたします。全日本女子プロレスでは来年1993年4月2日横浜アリーナにおきまして創立25周年記念試合オールスタードリームスラム全場イズム爆発を開催いたします。この大会では女子プロレス全団体参加による夢のオールスター戦術拳を予定しております。ご協力よろしくお願いいたします。来年4月2日横浜アリーナでの25周年記念試合にどうぞご期待ください。それでは全選手を代表いたしまして 3WA 世界シングルチャンピオンブル中野より挨拶ございます。中野このリングは戦いの最前線だ。私自身を含め全日本女子は一切妥協しねえぞ。どの団体がすごいのか、そして誰が一番強いのか決めてやろうじゃねえか。女子レスラーみんな上がってこい。今日からが本当のスタートだ。以上で入場セレモニーを終了いたします。